皆さんこんにちは、今日は夏の花火大会シーズンを前に大詰めを迎えるもう一つの作業、プログラミングをご紹介します。最近音楽と花火を合わせて打ち上げるミュージックスターマインがどこの花火大会でも見られるようになってきました。当社でもミュージックスターマインは主力製品になっています。このミュージックスターマインの点火プログラムを作る作業が花火と製造と同じくらいなかなか大変です。ではプログラミングの作業をちょっと覗いてみましょう。まず使用したい音楽を決めます。これを音楽を波形にするソフトに取り込みます。こんな感じで視覚的に音楽を表示します。多くの場合、音楽をそのまま使用すると長くなってしまうので、切り貼りをします。リズムや音質によって、つなぎ合わせられるタイミングを判断して、音楽を切っていきます。音楽がちょうど良い長さになったら、いよいよ使用する花火を決めます。音楽を聴きながら、上空で花火が開く姿をイメージして、花火を使いたいタイミングをプロットしていきます。ここは雪割り草という花火で、ここは虎をたくさん打ち上げて、ここはカムロギクかなという感じです。ですが、これだけでは終わりません。今度は先ほど打ち込んだデータに少しずつ時間の調整を行います。この調整のバランスでミュージックスターマインの完成度が大きく変わります。このような調整を行い、初めて発射タイミングが決まります。が、しかし、これだけでもまだ準備はできていません。この後、どの場所で花火を打ち上げるのかを決め、それを図面にする作業もあります。このように、だいたい3分から4分くらいで終わるミュージックスターマインでも、膨大な時間をかけて演出プログラムを書いています。が、皆さんはそんなことを気にせず、楽しんでいただければと、すべての花火職人、花火演出家は願っています。それではまたお会いしましょう。